ときめきメモリアルガールズサイド2ハリー一途ルートを始めていきたいと思います。いやもうさ、ひかみくん超良かったんですけどなんか正直さ、あのお姉ちゃんの名前、まあ、告白教えて。あのみんな、まあ、感動、まあ、キュンとする部分もあるし感動もするはするんだけど、なんかさ、私の中でこのキュンキュンするレベルでいくとやっぱこう告白に至るまでの過程の方がこれキュンレベルとしては高くてまあエンディングも、まあ、キュンとはするけど、まあ、でもやっぱりそれまでの過程の方がキュンとするかなって思ってたんですよ。なのでなんかそういう意味でそこまでこう告白への期待みたいなまあちょっと変かもしれないけどあんまりこう期待値がちょっと高くなかったんですけど、何あのいやもうさ、あの無防備だなっていうあの言い方と、あの無防備だなって言った時点で、あこれはちょっとやばいかもって思った、好きって思ってその時点でそれでさまたね、なんかその他友達のその他大勢で終わりたくないみたいなこと言ってきて、もうそこでもうすでにまたさこれはやばいってなって、最後の何あの友達の卒業証書ってもうでしかもね、あの普通のさ告白が良かったから、まあでも誕生日とか血液型とかもさ、ここにバッチリ書いてよ。私今までやった2人はどっちかっていうと私あのキスエンドの方が好きだったんですよ。なんですけど、まああのね、イタルの場合は普通のエンディングめちゃくちゃ良かったから、あじゃあまあキスエンドはそこまででもないのかなとか思ってたら大間違いだしもうあのさ、僕にリードさせてほしいみたいなもう私あれを一回見てからなんか1週間ぐらい毎日あの絵になんかあの自分で撮った動画を見るために朝早く起きてたんですけどもうそれぐらい良かった、もう本当に良かったということでまあまたね今回は全くねおそらくお姉ちゃんの部屋って違う、今度はね私の大好きな流行キャラ、今度はねハリーを、攻略していくわけなんですけれども、そう正直ねあのこの GS2 の実況やるときにハリーが一番イメージがちょっと攻略のイメージがついてなくて、というのもすごい正直に言うとなんかこうパッと見た印象をこのキャラの感じとかね、やっぱさ私がもうちょっと若ければよかったのかもしれないけど若々しさがちょっと出すぎててなんか大丈夫かなっていう気持ちがあったんだけど、でもどうせあれでしょ、なんかそう見えるかもしれないけどみたいな部分がすごいあるんだよねきっとね、この先、まあ、だと思ってねちょっとね今楽しみにしているところです。でお部屋、部屋ね、で今回初めてねハルシちゃん出せるんだけども、もうまたいないかのようにしないといけなくて仲良くできないから別のお友達をねちょっと出そうかなということで、そうなってくるとねちょっと迷ったんだけど、ひそかちゃんといろいろ考えるとひそかちゃんは正直後からでも出しやすいから、男の子出さなくても出せるのでって考えるとまたね潮見になるんだよね毎回潮見だよ、名字と名前の読み方を教えて、潮見になっちゃうね、これでいい？もうね馴染んだこの部屋もうゴリラがちょっと前回いなくて寂しかった、なんかさあ準備は OK？ それじゃ始めるよ。わー綺麗、それに潮風が気持ちいい、家からちょっと歩いただけでこんな素敵な場所に来れるなんて。今日から私も高校生、私の高校生活いいことありそう。新入生の皆さん、
今日から羽ヶ崎学園の一員ですね。本校は生徒の自主性を尊重します。自分らしい高校生活を送ってください。多くの経験を積むことで皆さんの輝きはさらに増すでしょう。君たちの人生においてかけがえのない3年間となるよう期待しています。あれ、ハンカチ忘れちゃったみたい。困ったなぁ。何か探してるんですか？ちよみあ、うん、実はハンカチ忘れたみたいで。そうですか。よければどうぞ。私のハンカチですけど。わぁ、かわいいハンカチ。クマさんの汁だ。どうしました？ハンカチを見ていても手は拭けませんよ。それはそうなんだけど、いいの？使っても。私の分ならご心配なく。ハンカチはいつも予備を持ち歩いていますから。出かける前にカバンの中を点検するのを習慣にしているんです。そっか、いや、いいんだ。私も見習わなくちゃ。あなたは？私は小野田千代美です。あなたは？私、藤本しおり。このハンカチ洗って返すね。気にしないでいいですよ。それより忘れ物をしないように気をつけてくださいね。では失礼します。小野田さんか、すごく真面目そう。でもちっちゃくて可愛いかも。千代美もね、至ると私たちが結ばれた後に一流れ台でいい人がいたといい、ね、いるといいんだけど。そういえば担任の先生ってどんな人なんだろう。あ、来た。はじめまして。皆さんの担任になります若王子高文です。担当は科学です。1年間よろしく。ねえ、ちょっとかっこよくない？若様って呼ばれてるんだって。天才科学者って噂もあるんだって。嘘だ。かも。皆さん静かにしましょう。それでは何か質問はありますか？はーい、先生、付き合ってる人はいますか？付き合ってる人、女性ということですか？はい。付き合ってる女性、難しい問題です。は？一時期ある女性から頻繁に外出に誘われて、よく二人で出かけました。その人から電話が来なくなって、この春でかれこれ3年になります。そういうのはどうでしょう？真面目な先生なのかな。それでは先生は一度教員室に戻ります。皆さんは自己紹介シートに記入しておいてください。それでは。あれ、自己紹介シートって？シートを配るのを忘れました。大丈夫かな、この先生で。自己紹介シートか、どれどれで、ですね、今回は、そう、またね、私、無属性にしようかなって思ってたんですけど、ちょっと、占いのね、ちょっと4月の前半が、ちょっと行楽がね、ちょっとダメダメなので、で、バイトもそうね、悩んだんですけど、そう、最初はネイにしようかなって結構ギリギリまで思ってたんですけど、ハリーと一緒にね。なんですけど、ちょっとその、ハリーがね、結構、イベント、人がなんか普通とか有効でじゃないと見れないっていうのがめちゃめちゃ多いので、なのでちょっとできるだけね、ちょっとデートは結構回数しつつも、あんまりこう仲良くなるのはちょっとゆっくりめでいきたいなっていうことで、ちょっと結局ね、バイトはまた今回さ5章にしようかなと思います。なので今回はね、
そうね、流行形のパラメーターにしようかなと思います。姉ヶ崎学園に入ろうと思ったのはなぜですか？制服が気に入っているから。あなたの趣味は何ですか？ショッピングかな。高校生になってやってみたいと思っていることは何ですか？もちろん恋したい。好きな異性のタイプは？で、これはね、まあ、毎回そうなんですが、この一途ルートではね、自己中をしてエンディングを迎えるエンディング2の方をね、男の子たちと、目指していきたいなと思っていますので、今回はハリーと、自己中ができる回答をここでね、選んでいきたいと思います。好きな異性のタイプは？なんでこんな質問が。まあ、いっか。ちょっとキザで。それから、もちろんかっこいい人。やっと全部埋まった。お姉ちゃん、おかえり。ゆうくん、ただいま。あのさ、今日高校の入学式だったんでしょ？そうだよ。いっぱい友達できるといいね。そうだね。お姉ちゃんは引っ越してきたばかりだもんな。俺ならちょっとは知ってる人いるんだけどな。心配してくれてありがとう。あ、そうだ。なんか知りたいことあったら何でも聞いて。俺、お姉ちゃんのためにいろんな情報を仕入れておくよ。ありがとう、ゆうくん。絶対、何でも聞いてよ。んじゃ、またね。そっか、何か知りたいことができたらゆうくんに聞こう。ああ、バカだな。まあ、ちょっと千代美と遊んでね、せっせと学力を上げればいいか。本当はね、ちょっとネイでやりたかったんだけど、まあ、ちょっといろいろ考えるとしょうがないわね。また、親友ルートの時にでも、バイトはね、変えて楽しみますか。ピーアイテム。クレスって、なんかペンダントはいっぱい売ってんだよね。あったかな。嫌な予感が。じゃあ、ちょっと占いはね、ちょっとあんまりいまいちなんですけど、ちょっと次の週からね、もっと悪くなっちゃうので、さっさとね、ちょっとハリーをね、出しちゃおうかなと。早速ね、今週出しちゃおうかなと思います。あれ？なんだろう？メロディーが聞こえてくる。ここだ。音楽室。素敵な曲だな。ちょっと覗いてみよう。うわぁ、上手。初めてちゃんと見てる、これ。何回かハリー出てきたけど。曲終わりくるかな。同じ学年の人だよね。誰だ。ごめんなさい。すごくいい曲だったから、つい。勝手に聞いてんじゃねえよ。けど、マジでよかった。すごく素敵な曲だった。 そっか、サンキュー。じゃねえよ、違う。俺が作った曲だから素敵なのは当たり前だろ。そのはずだ。私は藤本しおり。あなたの名前教えてもらっていい？名前？俺は、ハリアのし。のし？ハリアコウノシン。通称ハリーだ。じゃあな。
行っちゃった。ハリーか。ハリーってハリーだからな。まあちょっと10年後ぐらいに黒歴史になりそうだよね、なんかね。出た。せっかく初めて出会えるのに。ごめんね、超無視するこれから。さてと、そろそろ帰ろうかな。なあなあ。え、私？そう。なあ、ヒノのファッション通信簿見た？え？うん、見たよ。ほんまに？よかった。流行り物に興味ありそうやったから、もしかしてと思って。それでな、最後の方に出てきたリップの話覚えてへん？なんじゃらスマイルとかなんとか言うやつ。天使の微笑み、エンジェルスマイル。そう、それや。えらい簡単な名前や。悩んで損した気分やわ。あ、そこだけ見落としちゃったんだ。そうやね、他のチャンネル見てた隙に。見たらすっきりした。超限定先行発売するって言ってたよ。直営店のみ300本だったかな。それちょっともうなくなってんじゃないかな。これいつ発売？いつな？あ、明日からって言ってたと思うけど、今頃中国人転売ヤーがすごい並んでるわよ、きっと。よっしゃ、ナイス情報、誠にありがとう。え、どうして私の名前？友達になりたいなー思ってて。ほんなら今日はここで。え、え？リップをゲットするために今から対策練らなあかんねん。ああ、私は西本春日。あんたの分も買うてくるから、明日ゆっくり話しような。ほんなら。言っちゃった。西本さん、元気な人だな。したいけどね。仲良くしたいけど。あ、サンゴ礁来た。じゃあちょっとね、応募しようかな。アルバイトの募集のメールだ。喫茶店か。あれ、サンゴ礁ってどこかで。あ、キューボって書いてある。すぐ返信しないと間に合わないかも。どうしよう。じゃあ返信して応募する。押してみよう。送信と。いい返事が来るといいな。早いな。申し込み間に合ってよかった。よし、頑張るぞ。さあ、頑張るぞと言ったところで、今月1回ぐらいゲートしたいもんね。じゃあちょっと早速占い、どうでしょう。占い次第で。あ、魅力はいいけど、まあいいか。じゃあ今日は、早速ね、お買い物に行ってきたいと思います。ちょっとですね、今買い物に行ってすごい驚いたんですけど、斜めになんかトップスが全然売ってなくて、なんか多分あの他のお店にちょっとずつ売られてるから斜めに売ってるんだよ。でもさ、すごい2着しかなくてびっくりしちゃった。おまけに1個は絶対着たくないやつだし。なのでちょっと、しかもさ、キャミとかだからさ、まだちょっとさ涼しすぎだよね多分ね。なのでちょっとね、2週連続でお買い物にしょうがないから行こうかなと思います。いらっしゃいませ。これね、セクシーだったらさいいんだけど、これさ確かあのテル君の時にも買ってた記憶があるから、これ多分ピュア系じゃない？これも絶対着たくない、こんなの。なんかさ、こなんなんだろう、あの首締め、本当なんか
しかもなんか素材もさゴワゴワしててさ、なんか着心地も荒れそうだしさ、絶対着たくない。ちょっとこれはスカートはね、そうこれはなんかあのリゾート系な感じでね、これはすごいいいと思う。これは買いましょうね。でこれこのエアロビのなんかスカートとスパッツみたいなこれはちょっとさ、これ外に履いてくのは厳しいでしょうよ。なんかちょっとレッスン中にスタジオから出てきちゃったのみたいな格好だし、ちょっとこれはいただけないから消しで、ってなるとこのなんかね、鱗みたいな、これ多分キルティングなんだよね。でもね、なんか細かすぎるけど、キルティングだって考えればまあまだこっちよりはマシかなって思うから、まあこれを買うでしょう。水着買わないけどさ、マジかこれしかもなんかめちゃくちゃ、あれさ、ウエストはどういうことなんだろう。あれウエストが出てるのかな、もしかして。そうだよね、そうじゃないとさ、だってさ、なんか叶姉妹のみたいな体型じゃなくて着れなくない、こんなの。これはね、そう、あのゆくゆく水着必要だから、これはね可愛いから、まああのスリーにもねあったし、これはいいとして、ちょっとね、いやちょっと私これは嫌だわ。ということでしょうがないから2週連続でちょっとね、お買い物に行くか。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。ちょっとさ、売ってくれよな、ナミで、ネックレスはね、あの変な、あのまた変なって言っちゃったけどシモンにね、あの売ってたから、いらっしゃいませ、あの旧石器時代のなんか石の刃物みたいな見た目してるネックレスあとは、まあこれもいいよね、ありですよ。でもこれもね、今回に関してはありですよ。そうだね、今回に関してはまあいいでしょう。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。今回もちょっとしょうがないけど、今日もねお買い物に行ってきたいと思います。ちょっと今ねゲームがまた落ちちゃいまして、あのメールをねまた開封したら固まっちゃったんで、そうやり直したついでにね、なんかあの水着を買わなかったんですけど、ちょっとよく考えたらポイントカードがたまんないから、まだね今年はいらないんですけど買っときました。そしてめちゃくちゃ貧乏、いらっしゃいませなってしまったんだけど、そうこれね、あんま買いたくないんだけどなんかさ、首は締めてないもののさ、なんか何回も洗濯したみたいな、なんかさ、よれよれしてるよね。なんなんだろう。しかもこれで微妙に運動がいっぱいならないっていうね。かといってもう今欲しいアクセとかはないから、ちょっとまた次にしようかな。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。長かったな、こんなまあ動画にしたら1時間で収まってるけどこんな1時間もこの1ヶ月にかかると思わなかったじゃあ今日早速ね、初めてのデートにお誘いしたいと思います。もしもし。あ、ハリ
何？藤本しおりだけど。あ、ああ、お前か。なんか用か？意外と臨海公園好きなんだね、なんか。ということで最初は臨海公園に行ってきたいと思います。4月30日に臨海公園に行かない？ああ、この日は暇だ。たまたまな。付き合ってやってもいいぞ。じゃあ4月30日に羽ばたき駅で待ってるから。遅れんなよ。遅れたらクビだかんな。何をクビなの。やった、早く4月30日が来ないかな。お、ハリーだ。ハリー、あっち行け。こんなとこで何して。いいから行けって。アリア、誰がおしゃべりを許可した。こっちに来い、説教だ。お前のせいだかな。ごめん。うるせえ、あっち行け。なんで立たされてたんだろう、ハリー。なんだろう、寝坊かな。はぁ、どれも微妙だから、寝ちゃおうかな。はい、じゃあ、今日は初めての、ハリーとのデートに行ってきたいと思います。そう、今着替えてる時にこのシャツをジェスで買いに行くのを忘れてて、またしても最初からやり直して、なんかもうこの1ヶ月1時間半ぐらいずっとやってる。しかも結局さ、なんか放置足りなくて、なんかわけわからない帽子をこの格好になぜかこの変なね、全然合わないキャスケットをかぶんなきゃいけないっていう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。ハリーは、あ、いた。ごめん、待った？おっせえ、これがライブの本番だったらどうすんだよ。なんかあれだね、すごい結構やっぱなんだろう、流行キャラだから、これダメージしてんのかな。なんかすごい引き裂かれてる感じになってるけど。なんか糸くずが出そうだから、お母さんが洗濯するの大変そうな服だね、なんかね。ネットに入れてあげてほしいね。ごめんなさい。何の模様なんだろう。次やったらお前クビだからな。しかもさ、あのペンダントなんかさ、なんかネズミの前歯みたいな、ゲッシモクの前歯みたいな。なんだあれ。どうかしたか。今日も俺はいい男だろ。ちょっと、まあ、顔はそうね、顔はいいと思う。しおり、あ、今日の服、あ、これおかしいかな。ちげえよ、すっげえ似合ってんなって。でしょ。ちょっともう何時間、どれくらいの時間やり直したと思ってるのよ。そうかな。やった、この服ハリー気に入ってくれたみたい。レンガ道を散歩しない？おう、あそこ何気にいいよな。何気に好きなんだよね。どうかしたか？なんか気になんのか？ここ眺めがいいよな。こんな場所他にもできないかな。俺が将来ビッグになって作ってやる。それまで待ってろ。いい感じだよね。なんだ？なんだよそれ、新しい遊びか？今日は笑かしてもらった。また何かあったら頼むわ。どうかしたか？いい感じに疲れた。じゃあな。なんかグラフ？何のグラフあれ。何のグラフ？なんだろう。
なんか緑色だし、エコな感じかな。なんかレジ袋の削減率とかかな。剥がれ、なんか引き裂かれてるってことは、なんかあの、月ごとに、こう、あれなのかな。12枚に、全部で12枚で、前月のやつ剥がしたのかな。あ、ハリーからメール。お前の檻にはいい感じだったぜ、だって。うん、今日は少しハリーと近づけたかも。はい、今日は、この辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。